ログラミングやれば安定だとか思ってるかもしれないんですけども、これをやれば安定だとかっていうのはないわけですよ。やっぱり副業っていうものはしていかないといけない。だからめちゃめちゃ情報を届けたい人に情報を本当に届けられる時代になってるんですよね。まあ今年は何か変えたいですと、何をやったらいいですか、どんな行動を起こせばいいですかという質問を受けるので、今日はそれにお答えしていきたいと思いますと。でもう口が悪いのはね、結構ね、慣れてください。逆にね、口は悪いです僕はい、お答えしていきますが、まずそもそもでね、何を行動したらいいですかっていうこと自体でもうバカなんですよ。もう答える気にもならないっていうところなんですけども、一個一個答えるのはめんどくさいからこうやって動画化してるだけなんですね。で、キーワードから言うと3つキーワードがありますと。で、1つ目は副業ですね。副業時代って言われてますよね。で、2つ目が発信時代です。で、3つ目がコミュニティです。この3つに限ります。全ての年においてめちゃめちゃ重要なことなんだけども、まずは副業時代って何かっていうと、こんだけエコノミックも経済もめちゃめちゃ不安定でいろんなことが起きて、そういう風な本当に何があるか分かんないブーカって言いましたね、昔 VUCA とブーカ時代になってるわけですよ。で、そういったその不確実な時代に、その何かをやってれば安定だとか、どんな何かこのスキルを持ってれば安定だとか、そういうものっていうのはないわけですよね。それって何かっていうと、例えば皆さん HTML だって、このインターネットができてね、ボーっていろんなものが変わったじゃないですか。で、その初期の時代は HTML、 ウェブサイトが作ればすごいって言われてたけども、今じゃウェブサイトなんて WIX が全部、このドラッグと、ね、カーソル合わせてだけでウェブサイトができる時代じゃないですか。でもその当初は HTML ができれば一生安定だなんて思ってたんですよ。で、今もよくいろんな人がプログラミングやれば安定だとか思ってるかもしれないんですけども、そんなのもそれをやれば安定だとかっていうのはないわけですよ、本当に。で、じゃあ何をやらないといけないかっていうと、副業なんですよ。副業って聞くと、なんか情報商材なのとか、なんか悪いイメージを持ちそうなんだけども、そういうことじゃないと。副業って何かっていうと、自分が成長するために必要なことなんですよ。業なんですよ。で、例えば1個の会社にいると、できることっていうのは任されてますよね。だって会社はそれに対してお金を払ってるわけですから。で、じゃあ一方で会社以外で活動することで、いろんな会社以外のことができるわけですよ。幅広くできるわけですね。この幅広い接点っていうのが、今見てる、特にサラリーマン、僕もサラリーマンだったから分かるんですけども、特にサラリーマンの方は、このいろんなものに触れる接点っていうのがない。ない環境が多いということですね。だから、その環境を作るって意味でも、その環境から何かを学ぶって意味でも、やっぱり副業っていうものはしていかないといけないっていうことが、一つ目だと思いますと。で、二つ目の発信ですよ。じゃあどうやったらこの副業をやっていけるようになるか。副業をやるっていうのは別にここで稼がなくてもいいわけですよ。なんか副業で稼がないといけないみたいな話がありますけども、それは企業と一緒で結果的にお金がついてくるのであって、副業っていうのはそもそもね、自分の本業があるんであれば、その副は別に稼がなくていいじゃないですか。本業で稼いでんだから。で、だから副業を1円でも2円でもまずはとにかくやってみる。じゃあどうやってこれをやるかっていうと、これが2つ目、さっき言ったキーワードの発信なんですよね。発信って何かっていうと、今の時代っていうのはめちゃめちゃいい時代に生まれてるわけですよ。昔は何か自分でやりたいって言っても、仲間を探すって言ってもフェイス2フェイスでね、仲間を探していかないといけない時代だったんですけども、今はもう発信をできるわけじゃないですか。で、発信の質っていうのも変わってるわけですよね。例えばですよ、今 YouTube でこういう考えを僕は発信してますよね。でもこういう考えを見てるあなたっていうのは結構ビジネスカテゴリーに興味がある人なんですよ。例えば堀江さんのチャンネルを見てたりとか、例えば真子成社長のチャンネルを見てたりとか、そういうビジネスにとってちょっとでも興味がある人がこの僕の動画を見てると思うんですよね。だから何かっていうと、今までは発信するっていう時に誰に発信しないといけなかった、このターゲット先を自分で決めないといけなかったのが、僕が今こうやって動画を作ってこの考えを発信するだけで、この発信が勝手に YouTube のアルゴリズムによってターゲット化されて、その届けたい人に届いてるわけなんですよ。だからめちゃめちゃ情報を届けたい人に情報を本当に届けられる時代になってるんですよね。だからその時代で発信するっていうのはまず二つ目、めちゃめちゃメリットです。で、この発信するっていうのが、なぜ発信をしないといけないかっていうと、例えば僕のマインドだったりとか、僕の知識だったりとか、いろんなところで見る情報だったりとか、そういうのを見た人が、
発信受けた人っていうのは何をするかって、集まってくるんですよ。集まってくると何ができるかっていうと、コミュニティができるんですね。コミュニティができた時にですよ、やっぱりお金は集まってくるわけですね。でコミュニティができるからこそお金が集まるんですよ。なんでかって、お祭り、人が集まるところにお金って集まるんですよ。広告費だって集まるし、何でもいろんなものができるわけですよね。だからそういう風なクラウドファンディングだってそうじゃないですか。だからそういう風な考え方をやっぱり持って、2020年こそは始めないといけない。本当は2018年とか19年に始めてないといけなかったんですよ。だからこういう風にね、頭のいいやつっていうのはもうさ、あの前年に始めてる、もう10年前にやってるやつとかね、そういう風にいろんなやつがそうやってやってるから、もうとにかく今日はいいやとかじゃなくて、明日やろうとかじゃなくて、もう頭いいやつは昨日やってるわけだから、すぐに行動した方がいいですね。発信をし続ける、この発信をし続けるって難しいことじゃないです。自分がちょっと Google で得た知識、ちょっとニュースで見た知識っていうのを自分なりにアレンジして発信をしている、これだって素晴らしいことですよ。これだってそれに共感する人っていうのは出てくるわけですよね。だからとにかく、まずは YouTube チャンネルを作る、まずはインスタをやってみる、まずは Facebook でいろんなことを上げてみる、そういうふうなことをやってってみたらどうですか。居酒屋で週に1回なんかそういうことを話す会でも開いていいじゃないですか。それが1人が2人になって、2人が4人になったら、それはコミュニティになるわけですよ。先ほど言いました、まずは副業キーワードですね。で次に、発信キーワードで、さらに発信のその先にあるのがコミュニティですね。これができたら、本業に頼らなくても実際に副業で、しっかりできる、そういう時代になっているということですね。まずはちっちゃくでもいい、これはサラリーマンだろうが経営者がもう一回違う授業をやろうが全く違うことに挑戦するってね、だろうが何でもいいんですけども、とにかくちっちゃくもう一度何かを新しく始めてみましょう。じゃあそれをどうやんのっていうセッションになりますと。でここで重要なのがこれです。できないやつができるやつの真似しちゃいけないです。僕だってそうなんですよ。僕もいろいろできなかったですね。経営をしてみてホームなんてできないね。できるやつの真似をしちゃったらこれ大変なんですよ。でこれね、二宮貴則っているじゃないですか。これ有名ですよね。佐木君知ってます？この人。はい、知ってます？知ってないだろ、絶対知らないよな。なんとなく、はい、なんとなくね。二宮貴則さん、これね、よく皆さん学校の教科書とかで見た方いると思いますけども、この人ねめちゃめちゃ勤勉家なんですけども、巻き担いで重そうですよね。ね、これをみんなね真似しようと思ったって無理なんですよ。180センチあるんですよ実はね。だからこの人だからこそできるわけであって、これを無理やり、これね、例えば俺寝ないじゃないですか、ね、寝ないで頑張ろう、そんなことしなくていいんですよ。俺プログラミングできるじゃないですか、プログラミング勉強しないと、そんなことしなくていいんですよ。難しく考えない、今現状をできることで十分ビジネスって、今もう一回言いますよ、今始められるんです。明日から、ちょっとね今日は夜遅いから、明日から始められるわけですよ。わかりますよね。でビジネス、わかりますよ。ビジネス、これってまず原点は何なんだっていう話ですけれども、はい、原点はこれ簡単です。需要と供給です。先ほど言いましたけれども、今あなたですよ、あなたが持っているものを持っていない人がお金を払う、これがビジネスなんですよ。じゃああなた何持ってますかっていうと、大体の人がいやわからないって言うんだけども、例えばね、はい、サイトね、ウェブサイトとか作れる人ここね結構いますよね。 Wix なんて誰でも作れるんですよ。わかりますよね。これ何百回も言いますけども、このウェブサイトを作りますで、作れる人はじゃあ100件明日、飲食店回ってみてください。そのうち30件ぐらいはね、無料で作ってね、作るなら作らせてあげるよって言うんですよ。で無料で作ったら、じゃあ次ねどんなことが起こるかっていうと、チラシは作れないのとか、なんか動画は作れないの、 YouTube できないの、インスタ運用できないの、違う仕事につながっていくんですよ。いいじゃないですか、今副業やって、正社員の人ね、自分の会社があるんだから副業はね別に無料でやって、そこからちっちゃくお金もらって、でも30社から毎月1万円何でもやりますって言ったら30万円ですよ。分かりますよね。こんな感じにビジネスっていうのは成り立ってるんですよ。できることがあればいくらでもできます。サイト制作まだできないって人もできること絶対ありますよね。必ずあります。髪を切れる、それだってできることですよね。ヨガができる、それだってできることですよね。それをじゃあどうやって加速していくかって話を、どうやって加速していくか、これについてお話をしてきますよ。でもう一個ね言いたいことは、自分にはできない、資格がないって言うんですよ。みんな学歴がないとか経歴がないとか意味のわかんないこと言うんだけども、じゃあ考えてください、考えてください。ここからトリックですよ。
例えばタクシーの運転しますよね。タクシーの運転手さんってね、結構辛い仕事ですよ。酔っ払い乗っけてね、夜までドライブしてね、辛い仕事です。で、じゃ あ、介護事業者の運転を、会社事業をやりましょうと。車あればできますよ ね、前の助手席だけネジ取って引っ張らえば車椅子入れられて、そのまま介護事業の、車になりますよね。で、このドライバー、足が不自由な方を助ける仕事ですよね。感謝されますよね、酔っ払いと違ってね。でもここで重要なのは、全くもってやってることって違わないですよね。タクシーの運転手も運転をします。介護事業の、運転手も、運転をします。運転っていう行為は変わらないんですよ。でもこの介護事業者はタクシーの方の何倍もの給料、しかも何倍もの感謝をもらえるわけですよね。こういうふうに一番重要なのっていうのは、一番皆さんが今思考も変えないといけないのは、変えるべきなのは皆さんがどう変わるかっていう話ではなくて、皆さんがどうやるかのやり方を変えれば、今やってるものでも十分ビジネスになるんですよ。分かりますよね。これを重要視して、じゃあ何が言いたいかっていうと、何を売るかではなく、どこで誰に売るか。分かりますね。何を売るかなんてどうでもいいんです。どこで誰に売るかをしっかりと、ここだけ守ってればビジネスっていうのは失敗することありません。これまだちょっとふわふわしてる方、ここからスモールビジネスのお話をしていきます。じゃあどうやっていくのかっていう話ですよね。簡単なんです、これ簡単なんです。で、あるテーブルでは言ったことかもしれないですけども、まずスモールビジネスを作る上で、明日からできるビジネスです。明日からできるビジネスを作る上で3つのルールだけ守ればいいんですよ。3つのルールだけですよ皆さん。4つって言ってない、3つだけ。今日3つだけ持ち帰りたい。分かりますね。まずはコスト戦略です。で、次に動的価格、ダイナミックプライスって知ってますよね、佐木くん。はいはい、本当に知ってますか。はい、この2つ目ですね。で、3つ目にコミュニティ戦略です。分かります。この3つやってみましょう。で、まずコスト戦略については、皆さんがね、ビジネスをやる上でなんかお金が必要だとか、いろんなことね、ぐち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 言うやついるんだけども、お金なんていらないんですよ、ビジネスで。ね、これをスキマビジネスモデルとか、マッチングビジネスモデルとか、クロスコストモデルとかね、いろんなことをやっていけば、ビジネスなんて全くお金なんていらないです。自分がなんかやれないといけないこともないんですよ。ビジネスっていうのはこういうことです。例えばスキマビジネスっていうとね、タイム、時間と場所のデッドを探せば、これだってスキマビジネスになるんですよ。例えばね、あのお店、カフェって10時ぐらいに閉まっちゃうじゃないですか。でも夜中空いてるわけですよね。そこバーやりたい人をマッチングすれば、自分は何もやらないでもビジネスの始まりですよね。これだって新しいビジネスなんですよ。で、例えばお店の有給スペースね、お寺って何でしたっけって考えてみてください。お寺ってスペースあるけども、昔はお寺にみんな来るわけじゃないですか。でも最近誰も行かないですよね。昔はハブだったんですよ、お寺って。でも最近は誰も来ないです。じゃあお寺が提供できるものっていうのは何ですかって考えてみよう、ね、だから今お寺とヨガ、寺ヨガとか流行ってるじゃないですか。だからね、これね、文化継承とかいろんなこと言ってるんだけども、あの古き良きを守るためにお寺を、そのままでとか言うんだけども、俺金沢行った時に中を取っちゃいけないと意味のわかんないこと言われてね、何やってんだこいつみたいな、もう終わりだよお前みたいな思っちゃったんだけども、何が重要かってね、古いものを守りたいのであれば新しいものとくっつければいいだけなんですよ。そしたらヨガの先生っていうのはスペースに困ってるんですよね。だからあんな狭い教室で3人とか4人しか一度に見れないんですよね。でもお寺ってめちゃめちゃ広いスペースありますよね。これってマッチングできるじゃないですか。これもマッチングビジネスモデルですよね。こういうのをどんだけしっかりと見てるか見てないかで全くもって変わってくるんですよ。まだありますね、日常にあふれる需要と供給、ここにしっかりと目を開けて、俺細い目でも見えますからね、こんなのね、最後ね、ここにしっかりと目を開けて生きてるかどうかなんですよ。あります。じゃあ例えば皆さん道を歩いてたらしましょうね、コンビニエンスストアに入りますと。で、コンビニエンスストア あの駐車場見てみてください。めっちゃでかいですよね、スペースね。あれ無駄だと思いません？って考えると、じゃあコンビニエンスストアの供給できるもの、提供できるものですね、スペースですよね。じゃあ逆にコンビニエンスストアが求めてる需要は何だと考えてみてください。何ですかって言ったら、地域のコミュニティです。地域とのね、関わりですよね。もっとコンビニに使ってほしいと、地域の人が使わないからねっていうものがありますと。
じゃあここで逆に商店街とか思い浮かべてみてください。商店街とかね、商店街の人って、ね、売るスペースとかないですよね、あんまり。だったらコンビニのスペースを上げて新しいチャンネルとしてそこでサンデーマーケット開くとかで、逆にコンビニはそれによって地域とのつながりを深められて、で新しい需要と供給が成り立つわけじゃないですか。自分何かお金必要ですか？何もいらないですよね。需要と供給をどれだけ探してるかっていうのがこのビジネス、スモールビジネスを行う上で重要なことなんですよ。だから最近のスタートアップの傾向として全くコストがかからないんです、実は。で逆に投資家、僕の投資家からするとコストがかかんないやつほどうまくいっちゃうから困ってるんです。ありますよね、こういうモデルって。しっかり需要と供給どこにあるのか、しっかり生きてみてください。見てみてください。石ころ以上にありますからね。お寺なんて見てください。さっき言いましたよね、スペースがある。ヨガの先生スペースないですよね。あのさっき英会話の方も言いましたけども、英会話だってそうじゃないですか。全然お寺でいいじゃないですかね。そういうのでやればいいんですよ、みたいなものをしっかりやってますか。こういう、ビジネスモデルをしっかりと見てみてください。需要と供給ですね。で次にお金がなくてもできる、じゃあお店を作ったとしましょう、ね、お店を作ったらお金必要ですか？考えようによっては全く必要ないです。考えようによっては、これも前言いましたね、クロスコストって覚えてる方何人ぐらいいるかって話ですよ。クロスコストって例えばですよ、皆さんが美容室やったとしましょう、地域でね、ここら辺で。じゃあ美容室に、前回ね聞いたんですよ、一昨日ぐらいに、チラシ配ってますか？はい、配ってます。何枚配ってるんですか？3000枚です。いくらですか？4万円ぐらいです。ラスクルだよねこれね。でこうやってやるんですよ。俺からしたらと思うんですよ。3000枚だけ、何人死にいるんですか？15万人いるって言うんですよ、ね、3000人しか届けてないの、もったいないじゃないですか。じゃあここでしっかりと地域でコミュニティを活用して、じゃあ美容室に1名、カフェに1名、何に1名って言って、普通に隣のカフェとか誘えば同じように困ってるわけですよね。そしたら同じ4万円で1万8000枚配れるんですよ。分かります？ラスクルでね。こういう風に、だって美容室のね、チラシなんて1面2面いらないじゃないですか、どう考えたって。そういう風にやれば新しい証券に4倍ぐらいの証券に拡大できる。これだって考えようによってしっかり、周りを巻き込んでクロスコストをしてるか、コストをクロスして節約をしてるかって話ですよね。こういう風にやればスモールビジネスって簡単だと思いませんか、っていう話ですよね。サンデーマーケット作るのも商店街の人たちみんなで出し合えばめちゃめちゃでかい証券に行けるわけですよね。こういうのだって考えようなんですよ。全部一人でやろうとするからお金がかかる、さっき言いましたね。全くその通りなんですよ。で地域ビジネスでは必ず地域の LINE グループ作ってください。皆さんが何かやりたいと、この地域で何かやりたいと言ったら、必ずその地域のカフェだったり美容院だったり何だったり何だったりの1回で LINE グループ作っちゃえばいいんですよ。これだけです。逆に皆さんがなんかお店を開く立場じゃなくても、今からそこら辺のね、あのお店に行ってその LINE グループを作ったら、それ価値ですよ。じゃあ僕あれ作りますよ、チラシ作りますよって言えば、そこでチラシがね、クリエーションのなんかビジネスができるわけじゃないですか。こういう風にビジネスって始まっていくわけなんですね。だから考えようによっては全くお金はかかりません。お金はかかりません。絶対に言います、これ。お金はかかりません、何をやろうがね。皆さんがバーを出したいカフェの夜、聞いてみてください、街中のカフェに。絶対やらせてくれますよ、2万円とか3万円ぐらいの家賃でね。そういう風にやってみてくださいよという話ですね。で次にですね、動的価格のダイナミック戦略ですね、ダイナミックプライス戦略、ここが重要です。ここが先ほどちょっと聞いた方多いかもしれないですけど、インスタライブの人ね、しっかり聞いてくださいよ。はい、皆さんあのコメント忘れないですかね、はい、大丈夫ですか？コメント、そう、見ながらコメントしてくださいね。タケナさんかっこいいって、やらせてね、やっといて、はい、お願いします。はい、で次に動的価格、これね、これ大変なんですよ皆さんね。お店作るっていうと、さっきも何人か話しましたけどね、これね、どうやったらサブスクやればいいですかとか、どうやったら、競合がどんどん来て価格を下げないと勝てないんですとかね、みんな同じなんです。経営者分かります、みんなそういう思考に行っちゃうんですよ。まず経営のしっかりとしたプライシングのやり方、これをまず学びましょうと。例えばですよ、皆さんがお店を作りましょうとね、お店を作りましたと。で、お店を作った、サービスでもいいです、サービスを作った、その後に例えばこのカフェラテを売ろうかな、ね、なんか
タコライスを売ろうかなってメニューを決めますよね、コンセプトに沿って。じゃあこのカフェラテをいくらで売ろうかなって言い始めるんですよね。でこのカフェラテをじゃあ200円で売ろうかなというわけですよ。これって順番考えてみてください。今お店を作る、メニューを決める、プライシングを決める、この順番ですよね。この順番をやってる限りあなたたち勝てないんですよ。だからあなたたち毎回毎回死んじゃってるんですよ。ありますね。しっかりとプライシングのフレームワークの順番が必要なんですね。例えばこれ僕が絶対にやってることです。まず、皆さんお店を作ったとして2本の線ですね、先ほど言いましたね、2本の線を必ず決めてください。1本目の線は利益分岐点という呼ばれるものです。こんなのみんな知ってますよね。これ以上開けない、儲からないと赤字になるよって、赤字になってビジネスやってたら大変じゃないですかね、そんな不幸ですよね。じゃあ例えばここのねカフェだとしたら毎月500万円の、利益分岐点がありますと。500万円売り上げ上がんないと赤字になるね、これは当たり前に把握しておかないといけない額ですね。ここ経営者の方皆さん言えますか？言えますね。ここは大丈夫だと思います。でもう一個忘れてる線があります。これなんて言いましたっけ、佐木くん。これはい、これ2個目の線なんですか？待って言いましたよ俺、いきますよ。ハッピーそうターンじゃない、ハッピーターンじゃない、ハッピーラインですよ。そうだ、ハッピーライン。2個目の線はこれなんて言うかっていうと、僕が勝手に名付けてます、ハッピーラインですね。これ何かっていうと、500万円儲けたところで俺は嬉しくないと、俺はこのカフェをやるのに1000万円儲かんないとハッピーじゃねえんだって考えると、このカフェラテを今まで500円で売ってたとしたら、これは500万円の、売り上げにしかならない。じゃあ俺は1000万円じゃないとハッピーじゃないって言うと、これを1000円で売り始めますよね。ここで初めて人の行動っていうのが変わっていくわけなんですよ。人の行動がどう変わるかって、じゃあ例えばこの黒のまま、この黒のストローで出さないですよね。このままのプラスチックボトル出さないですね。だってこれ500円じゃないですよ、1000円なんですよっていう意識に変わっていくんですよ。わかります？これが重要で、例えば先ほど言いました、焼肉双子のちょっと高級バージョンですね。このハンバーガーが出るわけですよ、焼肉双子でね、ハンバーガー高級な方ですね、安い方じゃなくて。でこのハンバーガーってこんなちっちゃい、めちゃめちゃ拳ぐらいのサイズなんですね。でこれを道端で売ろうとすると500円程度でしか売れないですよ、当たり前に。ただこの500円、ハンバーガーをメニューとして決めてプライシングをすると500円っていうプライシング出ますよね。でも俺は500円じゃなくて5000円取んないと俺は満足にならないなっていうと、じゃあ5000円で売るためにはこれね、ボックスをつけてリボンを巻いて、でリボンを巻いてリボンを開けたらモワーってスモークが出てくるとか、こういうパフォーマンスをし始めるんですよ。5000円で売らないといけないんですか。そういうふうに従業員の行動だったりとかパフォーマンスっていうのがプライスによって変わっていくんですよ。メニューによって変わっていくんじゃないですよ、プライスによって変わっていく。だからみんな間違えてるんですよ。プライスをまず決めないと、ハッピーラインを決めないと経営っていうのは失敗しますよ。失敗します、必ず失敗します。で次にもう一個失敗することね、じゃあ例えばこのカフェラテね、500円を1000円にしてどん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 売れましたとね、はい、佐木君いつも言ってるよね、どん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 売れて、売れたら売れたらどうする？俺持っております。そうですよ、僕らのあのシステム事業で考えてください。最初は3980円であのシステム売ってたんだよ、売れまくった、9000円にした、ちょっと顧客数振ったけどまた増えまくったね、次は2万5000円にした、また顧客数減って、でも電話サポートとかつけてまた増えまくった、で次は4万円にした。3980円の10倍なんですよ、今のあのシステムっていうのは。わかります？こういう風なやり方をしないといけなくて、何かっていうとね、このカフェラテをじゃあファーストステージで、500円で売ろう、いや売れてるんだよと。じゃあ売れてるまんま、ほとんどの経営者このまま売り続けちゃう、500円で。美容院の人もね、美容院で、毎回毎回この価格で、お客様が来ますと、このままずっとこの価格でやり続けちゃう。なんでって思わないですか？これおかしいと思わないですか？だって需要と供給で、供給よりも需要が勝ってるんですよ。わかります？じゃあ供給ってもっと強気でいいんじゃないですかって話じゃないですか。でここで重要なのが、売れまくった販売数が伸びたんなら価格を上げるんですよ。価格を上げて、それの価格に釣り合うような、さっきのプライシングですよね。プライスを上げるから、じゃあこれをどうやろうって思考に変わってくる。でそれをやったらまたまた売れた売れた売れた、でここでまた売らない、売れたら売らないんですよ。
売らないでまた価格を上げる。そうするとまた販売数落ちていくけども、それに対してまた価格を上げて、こういう風にビジネスっていうのは、お店っていうのは、会社っていうのは成長していくんですよ。でもここで面白いのがね、経営者っていうのは恋愛と一緒ですわね。みんな3ヶ月ぐらいね、入社しますって言って3ヶ月はさ、ワクワクしてね頑張ってるけど、3ヶ月後はもう死んだ顔のようにやってるじゃないですかね。ほとんどの人同じですわ。恋愛も、ね、彼女の寝息すらも3ヶ月は愛おしく聞こえるんですよね。いびきすらも、僕の奥さんもそうでした。ただ3ヶ月経つとイライラしてくるんですよね。こういう風に経営者っていうのも、なぜか知らないけども3ヶ月ぐらいお店を建てて3ヶ月ぐらい寝ないで、これをどうやって売ろうかな、このストローでいいかな、このマグカップでいいかな、みんな考えるんですよ。考えて改善するんだけども、3ヶ月経つと当たり前にこのカフェラテをこのカフェラテのままでずっと提供し続ける。それが楽しい経営なんですが、これが正しいね、正しい経営なんですかって考えると全く正しくないですよね。だから値段を上げることをまずやらないと絶対に大手に負けるんです。なぜかっていうと、大手以上に安く値段はできないからです。だって価格の原理働いてるんですもん。ありますよね。なので、必ずまずは値段を上げる。プライスから入ってトゥードゥを決める。でメニューを決めてプライスを決めちゃいけない。プライスを決めてそこは絶対に守り抜く。これが経営の基礎の木です。ありますよね。これがまず一つ。お前は毎日毎日バカみたいなおっぱい出してダンス動画とかさ、漫画とかネットフリックスばっか見てんだろ。お前ほんと明日からクビな。ふふってなる前に、皆さんスキル身につけないと飽きませんのちゃいますかという話です。じゃあスキルを身につけましょう。うん、スキルを身につける。んどこ、たくさんあってわからない。でも大丈夫、 URU ではそんな悩みを全て解決いたします。実際にね、じゃあどういうことをやってるんですかって話なんですけども、大きく分けて URU の凄さ5つございます。でその5つをね説明して、あーなるほどね、お前から聞いても信用できない。あー、言うと思いましたよ、言うと思いましたからね。もう事前に生徒の方にインタビューしてきましたから、皆さんじゃあ実際に使ってる生徒の方の声を聞いてみてください。じゃあ早速どうぞ。やっぱりこういろんなスキルをこうまとめて学べるっていうところが一番のいいところだと思うんですけど、まあ僕なんか会社員なので、その一つのスキルだけに特化してやるっていうよりかは、こういろいろなスキルが求められることがあって、まあ僕の場合だったらまあ動画編集だとか、あとはトークスキルだとか、あとはプレゼンの資料制作スキルとか、まあそういったところを全てこうまとめて一つで学べてるところがすごくいいなと思いました。京都とか参加してもらったんですけど、まあ、そこでやっぱりこう来る方って熱量がすごいある。もう本当に何か自分で事業やりたいとか、もう実際にやってるって方たちとつながれたり、まあ、あとは本当に生で体験できるというかっていうのはすごい価値だなって思うし、まあ、すごい今後も参加していきたいなって思ってます。私は質問機能が一番便利だって思いました。私は節税対策にすごい困ってたんですけど、税理士に雇うよりもはるかに効率的で、翌日にすぐ答えが返ってくるし、本当に便利だなって、数万円以上の価値があるなって思いました。僕使うのはやっぱりチート資料ですね。あそこに多分いろんな本とかいろんなビジネススクールに行かないとわからない、教えてくれないようなものが五重にどうぞみたいな感じで置いてあるんで、あれは非常に面白いし、いつも見てますよね。生徒検索機能を使ってメッセージをいただいて、で今やってるリラクゼーションの施術も実際に受けてきてもらって、実際に今も来てくださってます。ありがとうございます僕2週間ちょっとしか多分経ってないんですけど、もうすでに結構な関わりの方とちょっとアプリを通してというかつながらせてもらってて、もしよかったらなんかお話ししましょうみたいな感じでもうめちゃめちゃやってて、で結果的にそれがお仕事につながることもたくさんあったし、アドバイスもらったり、まあ、情報交換できたりっていうんで、正直検索機能一番使ってます。最後の5つ目は僕の方から説明させていただきます。5つ目のすごいところ、クラウドスタートアップ3タップで起業できるプラットフォームでございます。今までのオンラインスクールってインプットしてただ学ぶだけのところしかなかったと思うんですよ。でもこのクラウドスタートアップを使えば、このインプットして学んだスキルをアウトプットして収益化できる、これがクラウドスタートアップです。皆さん、できなかったことが今 URU ではできるに変わるんです。難しくてつまらない学びはもう卒業しましょう。では
URU しかないっすね。やっぱ URU が一番です。もう URU がもうめっちゃ楽しいっす。 URU 最高。 URU がやっぱり一番ですね。 URU めちゃくちゃ楽しいですね。